昇級したらお祝いしなきゃね。何食べたいっすか？うなぎ。優しいな。どんどん実力と評価の差が。あら、奇遇ですわね、アサヒ。グロリア、待ち伏せしてなかった今。気のせいですわ。私のことを覚えていただいていて光栄ですわ。そりゃまあ、忘れられないって。こんな濃いキャラ。忘れられない。もしかして、私のことを。おいでなさい、くー。早くないですか。言いましたよね、ひとつ。ダメ、やっぱりいて。近くにいて、くー。やれです。昨日もあんなにシミュレーションしたじゃないですか。それが、実物を前にすると頭が真っ白に。何しに来たんだ。ジョーカですね、アサヒ氏にまた会いたい。言うのですわ。もう、そうか、わかったぞ、グローリア。もしかして、私の気持ちに気づいて。俺がランク詐称してるって、まだ疑って。アサヒ氏、いいですか。そうではない。その通り。今日は私たちのクエストに使いますわ。今から。アサヒの実力、組んだこと確かめぞ。迷いの森はご存知？この森で冒険者の失踪事件が相次いでいますの。私とクオンで受け負っていたのですが、アサヒにもその調査を手伝う。もちろん、これはランク査定も兼ねており。ああ。一体どういうつもりです？今日はお茶に誘うだけの計画だ。じゃない、クオン。二人っきりで森の中をお散歩。これは今はデートですわ。いや、私もいますし、デートというのは無茶ぶりに可愛いところを見せましょうよ。ここは迷いの森、迷わないようにと手をつなごうと提案するのです。なるほど、天才ですわ、アサヒ。どうした、グロリア。はぐれない、よっちゃくしたダメでしたわ、他にアイデアは。そうですね、では怖がるふりをしてアサヒ。なになに、葉っぱを取ってあげるとか。ゴミがついてます。これがランク詐称の目的。